はい、お待たせいたしました。お待たせしました。はい、じゃあラブリースマイルさんですね。次は2時から。もう何時かな、今何時から。今そうね、大体ね今何時そうね、3時。3時。はい、3時。はい、今が次3時からですね。ラブリースマイルさんです。ラブリースマイルは小学2年生かなでちゃん、6年生のちひろちゃん、もみじちゃん、かなちゃん、かなちゃん、あやこちゃんの5人で活動しています。はい、はい、それぞれ個性的なメンバーですが、2つのマイクで5人ならではの歌とダンス、パフォーマンスで、今回はなんと9曲も披露していただきます。先日は東京に初めてイベントに参加して、これからメジャーデビューを目指して頑張ります。今日も笑顔で楽しみましょう。そのことです。ほんとね、ちっちゃくて可愛いんですよ、カラフルな衣装で。そうなんよ。それでね、またあの頭についているお花があるんですよ。なんか今回なんかあのお母さんの手作りだそうで。え、メンバーの。そうなんです、なんかすごい可愛いお花のあのなんかゴムキャッチルさんみたいなつけてて、すっごい可愛かったから、え、これどうしたのって聞いたら、お母さんの手作り。可愛い。もうたまらないぐらい可愛かったです。本当に。そこにもね、あの注目していただけたらと思います。はい。それでは早速、登場してもらいます。はい、登場していただきます。ラブリースマイルの皆さんです。お願いします。温かい拍手でお迎えください。
ユーストリーム発信ライブにお越しいただきありがとうございます。ここでロリースマイルから自己紹介をしていきたいと思います。じゃあ私が、はい、まず私からいきます。いつでも笑顔 100% ラブリー1の元気少女リーダーのちーちゃんです。よろしくお願いします。ちーちゃん。じゃあ次はカラちゃん、よろしくお願いします。はい、ブーちーちゃんのソロで青空カフェです。どうぞ。